では皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、自転車です、はい、で今日はですね、はい、今日第9回弁論準備手続きということで、はい、よろしくお願いします。まあ、裁判所に行ってきたんですね今日は、はいはい、で、まあ、まずその報告からいきますかね。はい、で今日はですね、先方まずこっちから書面を出して、いろいろ、まあ、今まで原告側、まあ、つまり解放同盟側が言ってたことについて反論しました。まあ大体どんな反論をしたかっていうと、まあ、木村壮太がね、なんか木村壮太さんというか憲法学者で、あとは報道ステーションなんかでよく出てる若手の学者さんなんですけど、まあその人に、まあ、意見陳述をさせたいという証人尋問をさせたいということで、まあ、向こうが出したいっていうことだったんですけど、そうですね、じゃあそんな時にそんなあの人権とは何ぞよみたいな話をしてはもう意味がないでしょっていう話をずっとしてたんですけど、今回学者でね、阿久澤真理子って大阪市議会の学者と、あと、まあ、木村壮太が、ね、はい、意見書を出してたんですけども、はい、まずね、木村壮太さんについてはなんかその人が出てくる意味がよく分かんないと、平たく言うとその差別されない権利ということで、なんていうか、もう早い話がポエムというのがね、そうですね、なんかそのちょっと大学生の書きそうなこうなんか、なんかね、あの学者ってなんかこう裁判所に出す場面でなんか論文っぽくするんですよね。そう、引用したりなんかしない、脚注入れたりとか、あれなんかそうするともっともらしくなるからなんか、ね、本当形式だけなんか張り切っちゃいましたみたいな、うん、そういう、いやだからもっともらしいこと書いてるけど、木村壮太は別に人権問題とか部落問題の専門家じゃないよねって言って、憲法学者だよね、で憲法学者って別に放送資格持ってるわけじゃないよねって、だから憲法についてあんたこうだ言わなくても裁判官はもうすでに専門家なんだから、木村壮太が出てくる幕はないんじゃないのっていうことをまず主張したのと、あと阿久澤真理子さん、ここは一応人権問題の専門家なんだけど、あんたそのブラック解放人権研究所の役員じゃないか、そう、うん、だから仲間内っていう、もろに利害関係者なんで、そんな客観的な立場で物言える立場じゃないでしょっていうことですよね。そういったことをこちらで反応してます。あと前回ですね、ついにあの認別帳というか、今日認別帳が出てきましたね、認別帳が出てきましたね、その戸籍が、あれでもこっちにまだ届いてなかった、あ、届いてます、一応届いております、はい、でそれにはまあ言ってみれば、その本籍地がその全国部落詳細に載ってると、あと住所地が載ってると、でさらにはなんか過去の住所地が載ってるとかね、親戚が載ってるとか言ってね、それでどん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 なんか広がってるような感じで、中にはもう分かんない人もいましたね、結局何も根拠がないという人もいないし、あとウィキにも載ってないし、全国部落調整も載ってないって人もいたんで、ね、あ、なんかちょっといたっていう、まあいろんなパターンがありますね、そもそもあの解放でも関係人物以外に載せられてないっていう人もいたし、そういう人もいましたし、まあそれについてまあ主張してるのが、そもそもその本籍地で判断するっていうのおかしいんじゃないのかって言って、でそもそも本籍地なんていくらでも動かせるでしょっていうことは、前回のあの伊勢原市の動画ですね、伊勢原市に行って本籍地を伊勢原市の部落に移してみたっていう動画やったでしょ、実はね、あれでね、さらに僕請求拡張されちゃったんですよ、はい、嫌がらせするなって言って、はい、まあ、その伊勢原のね、解放同盟の人に、なんだろう、いくら請求されるのかな、なんか330万円、うん、今回それで請求の拡張っていうので、まあ、さらに、賠償額は増額されてしまったんだけども、うん、まあでもね、いきなりこれ、ついこの間これ拡張されたんで、まだ反論はしてないんですけども、まあそれに対して反論するようにって言われてます。まあその辺はまた次回しましょう。あと特徴的には何があったの？でね、まあその書面載せときますので、まあこちらとしてどういう主張をしているかっていうのは一応言います。まあ結局ね、認別帳みたいなもんだから、そんなもん証拠採用するなと。後世の恥だぞと、まあそういう感じのことを書いときたい。書いていたんですね。で、今日ね、裁判官が問題にしたのが、
まず一つは、ブラック解放同盟官邸人物一覧に載せられてない人がいると。で、その人も、その請求を維持するのっていうことですね。あくまで自分はプライバシー侵害をされたっていうふうに主張するんですかっていうことを裁判官が言われてましたね。まあ、要は、よくあるんですけど、例えばブログなんかで、解放同盟なんとか支部支部長ってもう書いてる方とか、あるいはもう何ですか、インターネットでも公開されてる記事でどこどこ支部っていう肩書きでもうクレジットがついちゃってるっていう人に関して、それは果たしてじゃあカミングアウト、あ、そうです、それはそう、それはもう一つの論点ですね。もう一つやっぱ裁判官が気にしてるのは、そうですね、インターネットで自分で言っちゃってる人がいる、あるいはまあ解放出一般社とかね、解放同盟のウェブサイトに、もろに書いてる人がいる、どこそこの何々県連の誰々っていうふうに、インターネットに載せてる人がいるので、で、そういうことについてプライバシー侵害というのは言えないんじゃないか。少なくとも、その、何にもね、情報出してない人が、いきなりこいつ解放同盟員だ、部落出身だって暴かれたっていうのと、普段から周りにそういうことを公言してる人が改めてそのことを指摘されたのとでは全くの一般の人と組坂さんがと立場がまるで違いますよということを言ったんだけど、弁護士側としては向こう の、まあ、代理人側としては、まあ、それは全て均等だと、もう全部そういった、そう、だから組坂さんにあなたブラック解放同盟なんですかって言ったとしても、それ自体がアウティングだっていう、だからその辺がね、そういう考え方なんです。まあ法律的な議論でいくと、まあ、自己情報コントロール権というものがあるんですね。まあ、自分の情報についてどこに載せるのかっていうのは自分、そのまあ人が勝手にするなと、自分がそのコントロールできる状態にしようという、まあ、そういう議論があるんで、まあ、そういうことを持ち出してるわけです。まあ、でもこの辺はあれですね、うん、ちょっとこれは専門的法律の話になるんだけども、まあ、日本であまりそれは確立されてはないですね。どっちかって EU とかその辺で自己情報コントロールで、しかもそれがね、1980年代ぐらいに出てきた概念なんですよ、はい、インターネットがなかった時代に出てきた概念で、それでまあ法律家からもその辺はちょっと批判があるみたいですね、うん、ネットがない頃にその何かその情報を世に出すって言ったら出版とかテレビとか、ね、ある程度資本力のある人しか情報を出せなかった時代と、うん、今みたいにね、ネットで誰でも気軽に、誰でもできるっていうね、そんな、うん、で今の時代にそんな自己情報コントロール権なんかで言ってたら収集つかなくなるぞと、というか言ってたってその守られる、そ、まあ、要は別のところでも勝手に動いちゃってるっていう、そうそう、守られるということが期待できないと、まあ、その辺のね、お兄ちゃんでも普通に情報発信できる時代で、それで自己情報コントロール権って言ったって、じゃあ仮にじゃあ誰かにそれでお前勝手にねブログ、あの SNS で人のこと書いたから賠償なとか言っても、そういう判決を出したとしても、そういうものになんか規範性があるとはとても思えないと。やるやつはずっとやり続けるだろうし。いや、それは例えばね、昔紫太郎って取材行ったでしょ、はい、であれじゃあ家どうやって特定したかっていうと、ブログに僕は紫くんと同級生ですってブログ書いてる人がいて、ああいたって、でそれが大きい動かなくなったって、いたね、確かに。あ、じゃあそれもまあ早い話、まあ抗議の意味で割とアウティングになっちゃうんじゃないかっていう、まあ、あの今の解放同盟の考え方からすると相当アウティングになっちゃうのは気もするんだけど、まあそういうことでしょ、結局今言ってる、だからその辺はどうしようもないっていうところがあるからね、うん、まあそういう、そこまではまだ今回は主張しないんですけど、まあ、その辺についてまあ、もうちょっとまた、そうですね、その、原告側の主張というものをまとめてくださいということが、裁判官から要望がありました。あと、まあ、証人尋問ですね、はい、これはなんか組坂さんを出してほしいって私たちはちょっとぜひお願いしたんですけども、片岡さんが私がやるって、組坂さんなんか忙しくてね、出れないそうなんです、ね、まあ別に組坂さん出てこなくてもいいんですよね。いや、ただ、組坂さんは、要するにその小林義則との対談でね、自分のルーツはその韓国に朝鮮半島にあるみたいなことを書いていたっていう話が。まあまあ、今回の裁判じゃ、まあその話は、あんまし。なんかちょっとそこ聞いてみたかったもんだから、あれあれっていうなんかの感じがして。どっちかって僕は、組坂茂之はね、小林義則で、
寝た子を起こすなはなんか命をも奪い方みたいなことを言ってて、うん、あれなんでね今なんか随分態度が変わっちゃったみたいな、ね、なんか寝た子を起こすなろうになっちゃいましたね、組坂さんって言って言いたかったんですけど、まあ僕は片岡さんが対応するっていうことになりそうです。あと裁判所は証人も証人尋問で関心持ってたのが川口くんですね、うん、川口康くんですか。あ、いやこっちは半袖で川口康くん の公演で僕追い出されたんですよ、何もしてないのに、はい、私は追い出されました。そのことについて反訴してるんで、まあその辺の事実関係はやっぱり彼が知ってるんで、まあ裁判所としてはまあ、川口君に関してはもともと解放同盟関係人物一覧に載ってなかったっていうこともあるから、うん、そういう意味でも関心があるんで、まあ、裁判所としてはこの川口君を、証人として出したいというような感じでしたね。まあ、解放同盟側も、まあ、出すって言ってるんで川口君は出てくると思います。それであと面白いことなんですけども、はい、やっぱ最近は裁判も、ね、IT 化してですね、はい、もうちょっとしたら電子データを裁判所から受け取ることになります。ありましたね、あの Excel のデータを、はいはい、なんでかっていうと、もう今回原告が多いんですね、ものすごく、はいはいはい、でその原告ごとにそれぞれ事情が違うわけです。まあ中には部落出身じゃないって認めてる人もいるし、あるいは解放同盟関係人物に載ってる人、載ってない人、あとはもう公人の人もいますね、市議会議員とかそういう人もいるし、あるいはまあ自分からその部落出身だとかそういうことをネットで公言してる人もいるんで、その原告をね、250人いる全原告を全部ひとまとめにっていうわけはいかないんですよね、全部それぞれ事情が違うもんだから。でそういうことをまあ裁判所は判決書くにあたってこう表としてまとめないといけないわけで、この人はこう、この人はこう、この人はこうっていうの。でそういうのをですね、まあ、当然その裁判所としては、うん、そのまあ、原告被告解放同盟側と事件者双方の主張をもうまとめて表にしていくわけなんですけども、その時にその主張を紙ベースで出すと裁判所大変じゃないですか、はいはいはい、こっちが紙で出したものをこう Excel のようにこう書き写してタイピングしてっていうことにする、するとすごく非効率なので、じゃあ今回どういうやり方をするかって、裁判所が Excel の表をまあ、テンプレートになるようなエクセルの表を、こちらが自転車側に、まあ、もうちょっとしたら裁判所から連絡があって、USB メモリーなんかに入れて渡してくるそう、うん、くるそうなんですけども、あれあれネットじゃ、ね、ネットじゃないよね、なくてなんか記録媒体入れて出すっていうふうに言ってたんで、だから電話しますねって思う、でエクセルの表をまあこっちで開いて、そこにまあこの人はもうすでにネットで出てる、であと公人だったりとかそういういろんなこうマークをしていくっていう、そういうのをこちらで打ち込んで、でファイルを、裁判所に返すと、まあそういう感じで、感じですね、はい、今の民事訴訟ってやっぱそういうことは多いらしいんですよね、だいぶ時代も変わってきたってことね、うん、なんか 本で読んだ岡口さんだっけ、ちょっと面白いというか、あの海パンの人ですね、そうそう、白ブリーフですね、白ブリーフ判事の本なんか読んでみるとやっぱそういうことあるみたいで、最後に判決文書くときに双方の主張っていうのを言ってみればもうコピペするんですよね、裁判官が、うん、その時に紙ベースだと効率悪いんで、原告被告双方から電子データで書面を、うん、ここで取ってそれを電子データで裁判官が編集するってことを今もやってるんで、まあ今の裁判はそんな感じですね、はい、ということで、まあそんなところですね、でそうね、このところ、はい、ということで裁判に関してはこういう状況で、まあ詳細についてはあのブログでやります、書面もアップロードしますので、ぜひご覧になってください。はい、じゃあまあ、ね、残り5分ぐらいなんだけど、ちょっと今回はあのサブテーマとしましてですね、あの以前あの、ちょっと私どももやりました、あと森山英二さん の,、はい、あのまあ、いわゆる童話のドンっていうのは全国にその点在するんじゃないかということで、今あのいろいろと情報が今入ってて、和歌山は違うんだ、私は違うと童話のドンとは違うんだけども、奈良県の安堵町に対して
についてはちょっとなかなか面白いんじゃないかということを今浮上してるんですが、そうですね、ちょっと奈良県の、まあ、例の平山さんという、まず何があったかっていうと、はい、最近何があったか、はい、平山渡るっていう人がね、はい、奈良県の安堵町の平山渡るっていう人が逮捕されたんですよ、はい、農地法違反でね、はい、ということがまず一件ね、はい、でもう一件が和歌山で金井なんだっけ、まあ、本名は金正則さんですね。金正則さん、はい、まあ、金正則さんの方がしっくりくるから、金正則さんって言うんですけども、その人は、詐欺で捕まったんですね、はい、でその詐欺っていうのは地元協力金っていう形で、その地元で公共事業を受注した業者からそういうお金を受け取って協力金と言いながら、まあ、自分のポケットに入れたと、だから詐欺だっていうことで逮捕されましたという2件があったんですね、はい、でまず最初にじゃあ平山渡るさんのことからいきますか、はい、まあ、この平山っていうのはまあ多分ごめんなさい、自転車の基準でくれたりしてる人にはちょっと申し訳ないんだけども、保守層に非常に人気が高い高市早苗さんの、まあ、支持者でもありまして、まあ、平成24年ですか、50万円これ献金してたりとか、そういう結構割と密な関係があって、ちょっと解放度がちょっと、その平山渡さんも童話町の童話の、まあ、委員をやってる童話大作、特別委員という職があるんですけども、そうですね、で解放度メインですね、解放度メインで、なおかつ安堵町自民党支部長という変な方なんです、さらに奈良県の自民党県連の役員でもあるそうなんですね、はいはい、だから自民党系で解放同盟の役員、ね、そういうことで、でなおかつ自民党の役員で解放同盟の役員でもあり、なおかつその町の仕事もやっているという、そうです、だからね、解放同盟っていうとやっぱり立憲民主党の系統のように見られてるんだけども、中にはこのがっちり自民党と結びついてる部分もあるということですね。そういう珍しい、珍しい。でもまあ要は県連の委員長の川口さんでさえ、まあ自民党に私記事にしましたけども推薦願いをしてるという実態がありますし、あと高市さんもまた川口さんの年始に挨拶に行ってるぐらいですから、結構かなりその辺がぐちゃぐちゃしてるという、奈良県の自民党がこうあまりこう協力で、まあ、奥野さんっていう方がおられるんですけども、この方が非常に選挙弱くて、奥野派と反奥野派にちょっとこう分かれてるというのはそういう実態がありまして、それで非常にこうなんかこう対立構造みたいなのがあるんじゃないかと。でその対立軸の一般の中にそのまあ平山さんがいるんじゃないかという気もしてるんですけど、うん、ちょっと今のところはどういうような感じでなってるんですか、まあ、そこまで今のところね、平山さんについて分かってることは、まあもっといろいろ悪いことをやってるっていうか、なんで平山さんがその力を持ってるのかっていうと、なんか町金ですね、金貸しをやってたんですね、そう、それでまあもう保守革新関係なく地元の議員にお金貸してて、で選挙が落ちて金返せなくなったら結構えげつない取り立て方をしてたっていうんですよ。でそういうことでやっぱり地元の政治家との結びつきが非常に強いと、だから自民党なんかも結局弱みを握られてるんでしょうね、あの人に。で農地法違反で捕まったのは、まあ、土地転がしですよ、もう典型的な、まあ、エセドアなんか昔からやってきたことで、うん、それと例えば同和会関係とはあんまり関係ないんですか、ね、同和会はあんまり関係ないと思います、はい、だからあの人とりあえず今ね、あの人が、まあ、お縄になったのは、まあね、農地をこう、まあ、買って農業委員会の委員でしたね、そうそうそう、はいはい、本当は農地って建物とか建てたりとかできないんだけども、はい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 、まあそこで農業委員会のね力を使ってですね、無理やりもう転売しようしとか、そうそうそういうことです。それで農地法違反で捕まってしまったと。農業委員会って今はそこまででもないんだけど、昔は議員より偉い農業委員っていう時代もあったぐらいで、とにかく権限が強くて、
であとあの、ね、割とね農業委員会で解放同盟の人がやったりとかね割とそういう絵をちょこちょこあって、まあ、多分土地だから、まあ、解放同盟や職員みたいなのが、うん、あるかもしれないけども、まあ、問題だから、まあ、そうもしいざという時にトラブらないだろうっていうのはちょっとそういうのも感じたり、まあ、かなり自民党にとって痛い話なんですここから、まあ、高橋さんとかにも多分研究、ね、してるということも聞いてますしところがですねまあこれはあの皆さんもまあお分かり通りメディアはもうとにかく動画がかかると全くこれ沈黙してしまう中でですね高市早苗なんかもう絶好のターゲットじゃないですか。そうだから本当だったらもうこんなうもう自民党にとってはもう弱点が一つ出てきたわけだから国会で菅野太郎さんじゃないけどあの政権の一つや二つではないけどもそうそうあの飛ぶじゃないけどもそれぐらいの話なのに、ね、本当は そうなんですよ、うん、本当はそういう案件です。あ森友はなんか童話絡みなんてあんな嘘だったけどこれはもうガチ童話絡みの自民党のスキャンダルなんで結構やっぱ自民党ピリピリしてるんですかね。はいはいもうそれもあのはい、はい、もうなんでもその自民党の支部をもう潰した方がいいんじゃないかっていう話も絶対さほ出てるぐらいで、だからちょっとその辺はあの多分これから年末にかけて、もうちょっとその特集とか分厚いそうなんです、もうこの件に関しては多分自転車だけしか やれないだろうと思いますのでぜひあの楽しみにしてください。うちはね別にね保守っていうわけでもないのかな別に自民あの安倍政権万歳でもないんで、それは叩くところは叩きまくりまくりますので、あの特にあのアンチ自民の方は皆さんあのぜひお楽しみにしていただけるとあのかなりそうです特に共産党の方あのえあのこれから追及されるそうですね、はい、あの見ていただけると、はい、あの立憲の方だまだまだ大丈夫まだ5分ぐらい延長しましょう、はい、でもう一つが和歌山安土城はいあ和歌山市、はい、和歌山市、はい、あ実はこの間和歌山市ってまあ田んぼ動画もう上げてるんですけども、はいこれがまたちょっとね、今までの童話のドンっていうのとは、なんだろうなんか色が違うというか、うまたちょっとは、まあ、完成形だけ童話のドンというのか、なんか名目だけドンというのか、まあそういう感じで。そうなんです。実はその、金正則さんっていうね、まあ名前の通りこの人在日で、まあそのことはもうすでに報道されてるんですけども、じゃあこの人がどういう人なのかっていうことを、まあ現地で、取材してきたんですけども、なんか言ってみたらただのねおっちゃんなんですよ。はい、なんかその大きな企業を経営しててすごい地元でね力を持ってたっていうわけでもなく、本職は何してたんですか。本職はそれはよく分かんないんですよ。なんかいろいろやってた。ただ奥さんがスナックやっててそれがなんか無届けで風営法違反でさ捕まったんですよ。あでもそれは記事になってる、はいうん、ただそれもね地元の人に言わせるといやなんで今頃そんなことになるのかなって言って、昔かそのだいぶ前から経営してたそうなんで何を今更っていう話で あれ無届けだったんだっていうね。じゃあだったらなんで今頃になってっていうところがあって、だからまあ別件逮捕でしょうね。だよね、うん、でも別件ってことは何がしかでこう どういうなんだろう、まあ、こういう時って割とこれはまあその、はい、何ですか国税とかがなんかこうチクるとかなんかそういうことあるかと思うけど、誰がこうそういうなんか僕は多分ね業者がチクったんじゃないかと思いますよ。そうですか。じゃあまあ業者があるいはその町内会内部ってことも町内会内部は僕ないと思う、やっぱ業者だと思う、ね、っていうのも町内会の中ではあんましその金さんがそういうことをやってたっていうことがあまり知られてなかったようなんですね。あの幼馴染の人なんかにも会えたんですけども、まあ普段はいいおっちゃんですよ。いいおっちゃんっていうかね、まあ田舎の言ってみればマイルドヤンキーというか、そんな何かね政治がかったとか実あのその地域の実力者とか、うん、なんかそういうタイプではないんですよ。なおかつ童話のドンですらないっていう、他の童話のドンに比べれば若いですから、うん、まだ60何歳ですか、はいはい、で町内会長になったのは2012年なんですよね、うん、それもなんかその人自身が何か力があったからなったっていうわけでもないんです。で一応まあ在日コリアンの方なんですけども、一応生まれはあそこですからね、親父さんの代から和歌山市の芦原っていう東和地区に住んでるんで、うん、まあ地元の人間ではあるんですよ、それは間違いなくね、うんうん、ただその地元の有力者っていうのとはまたちょっと違うんですよね。だから地元の方が言うにはたまたまその町内会長になったらまあものすごい権力を持ってしまったので、その魔が差したというかね、そういうことになってしまったんじゃないかと。でも今回の話聞いてる限り、その魔が差して
くやるんだったら、まあそれぐらいはちょっとまあ仕方があるかなっていう気もするんですが、ただところがその受け渡しと場所というのはこれ行事やつ、そうです、あの林保館の中で芦原会館っていう林保館の中になんかもう会長室というのがあったそうなんですよ。そっちの方がよっぽど問題だと思う、うん、だから役所何してたのっていう、そうそうそう、だから今回その金正則さんが悪人かって言ってもね、なんかその大悪人とはまた違う、森山さんみたいなものとは違って、あれはもう魔王だけど、魔王だけど今回はなんかどうも小悪人という感じ、なんかその最初から悪意があったというなんかちょっと魔が差してですね、そういうふうにその町内会長になったことがきっかけにそうなってしまったっていうような感じに見えるんですよね。とすると、じゃあそういう状態にさせたのはまあいよいよ和歌山市の職員、和歌山市のまあ役所に問題があるんじゃないかと。じゃあまあそこは解放同盟じゃないんですよね。あくまで、まあ、すごく巨大な童話地区なんですけども、あくまでまあ町内会が主導してるっていうんで、解放同盟は多分組織されてないですね、あそこは。解放同盟がどうのこうのって言った地元の人も言ってなかったんで。だから、まあ、差別は差別だって言って糾弾するとかそういうタイプじゃないんだけども、うんうんうん、だけども何か知らないけども役所が配慮したんでしょうね、うん、童話地区だからっていうことで、まあ、あの勝手に向こうが忖度してくれちゃったの、まんまと忖度したみたいな、そういうタイプの可能性もありますね。まあ、ここは例えばですね、まあ、暴力団なんかで例えると、その暴力団なんかが人を脅しをするときに自分暴力団ですとかね、極道ですとか、そんなこと今時言わないでしょ、うん、で山口組ですなんてことを今時言わないでしょ、うん、多分ヤクザが今人を脅すときはこう縦縞のスーツ着て射程連れてきて、そのダイモンではなくなんか金バッジっぽいもの、地元 NPO の金バッジものをつけて、そういう雰囲気を漂わせてっていうのが今のヤクザのやり方だと思うんですよ。でそれをそれに当てはめられると、あの芦原の場合は行ったらもう童話地区だって分かるんですよね。林保館あってね、人権だのなんだのって上りが立ててって、でそういう地域のトップの人がね、こうやってその林保館の一室の会長室にいて地元の業者呼んできて、でしかも本名キムだったらそれはちょっとはまあ、そう、本名キム正則で、でそれでいや、それで目の前でね、その和歌山市の職員を叱りつけてるのを地元の業者に見せて、それでここでまあ強制ではないんだけど協力金払ってくれんかっていうようなね状況をどう見るかっていうことですよ。まあ僕はエステ童話行為だと思いますよ、これ。そうでしょうね。うん、まあ、差別は差別だって脅したっていうふうには聞いてないけども、そういう状況になるとビビるでしょ。うん、だからまあ、本当にね、和歌山市が反省するんですよ。もう林保館潰せと思うんですよね。潰せっていうかもう、でもまあ、3年くらい前作っちゃったから、新しいから、なかなかどうしようもできないとは思うんだけども、まあ、どっちにしても和歌山ならっていう隣だった県が、まあ、割とこう、なんだろう、大首の話ってわけじゃないんだけど、かなりその深い、根が深い話があるっていう、ね、うよたわってるって。そうですね。まあ、ここでもまた継続して取材をしていこうかと思うんです。一つ、やっぱり、童話事情の問題として。特に奈良の場合は、ちょっとまだ橿原市役所、あ、市長選でちょっといろいろとあったりとか、あとほら、自殺した議員さんとか、はい、まあいろいろとあるんで、ちょっと多分年内は奈良県、奈良県の和歌山、奈良と和歌山、注力ってなると思いますし、まだ関連の問題も残ってますんで、まあちょっとまた皆さんぜひね、はい、あの呼んでいただき、もう自転車でしかできないような、そうですね、絶対自転車ないとできないような話をこれからやっていこうと思いますので、どうぞ一つよろしくお願いします。はい。じゃあどうも、お願いします。それでは皆さん、どうもありがとうございました。